ハンジさん、工事現場周辺に住む子供たちの生活を想像してみてください。ひどい騒音が何日も続き、高層ビルがどんどん上へ伸びるに従って太陽は遮られ、不気味で大きな影が彼らの生活を覆い、有害物質まで撒き散らされるのです。ハンジさん、ケンドール建設の計画は町を破壊するのではなく発展させるものです。この計画が中止になれば753人の市民が職を失います。つまり山本弁護士の訴訟を認めれば、町全体の発展に反対する一部の利己主義的な主張が認められるという前例ができてしまいます。お二人とも少し冷静に。山本さん、訴訟の趣旨はよくわかりますが、損害とまでは認められません。そうですか、残念です。